シンガポールドルはシンガポール共和国の通貨。ブルネードルと10日に固定されており、ブルネー国内でも流通、使用されている。シンガポールドルの通貨記号はシンガポールドル。であり、補助単位はドルの100分の1のシンガポールセントである。ISO4217 の通貨コードはシンガポールドルである。日本での通称は 星ドルとも言うが、一般的ではない。当初の為替レートは、8.57シンガポールドルイコール1スターリングポンドであった。対ドル為替レート、対円為替レート効果一覧効果は1、5、10、20、50セント効果と1ドル効果がある。2009年現在、1セントコインは、回収が開始されており、シ下での最小単位は5セントになりつつある。 2013年6月25日から新硬貨の流通が開始された。新硬貨のデザインは以下の通り。紙幣は2、5、10、50、100、1000、1万ドルが発行されている。各紙幣ともにデザインテーマがあり、全紙幣の表面にはシンガポール初代大統領輸送フ、ビンイサークの肖像が印刷されている。 初めての記念紙幣は1990年7月24日にシンガポール独立25年を記念して発行されたものだった。1999年12月8日には2000年を記念して500万枚の記念ニドル札が発行された。これはポートレートシリーズのニドル札とよく似ており、通常シリアルナンバーのある場所にミレニアム2000のロゴが入れられた。 2007年7月27日には、ブルネイドルとの相互利用開始40年を記念して、記念20ドル札が発行された。また、同時に、ブルネイでも同様の記念20ドル紙幣が発行されている。2015年8月には、シンガポールの建国50周年を記念して、リークアンユー初代首相の絵も入った紙幣が印刷された。ありがとうございます。